いたいる。みんなに会いたい。みんなに、みんなに会いたいる。と、スターパレスより連絡です。なら、我がおよ。日本初の有人ロケット発射の準備が整ったようです。カウントダウンに入ります。光る、言っといで。来たんだ、ララ。私、来たよ。15年ぶりの地球でプルス。地球ふわ。15年待ち焦がれたスタードーナッツの味、待ち遠しいでプルス。みんなはどこふわ。さっきララが5人で女子会するるんって言って出て行ったでプルス。女子会ふわ。女子会とは主に女性だけで飲食店などで集会を開き、女性だけで話をする宴会のことです。ふわも行きたいふわ。それはダメでプルンス。どうしてふわ。中学生だったヒカルたちももうアラサー女子、いろいろと悩みが尽きない年頃でプルンス。今日は5人水いらずにしてあげるでプルンスよ。ふわ、長い時間離れて過ごしていても会ったらすぐに友達だった時に戻れる、それが親友でプルンス。青春ですね。青春でプルンス。キラヤマ朗読劇、15年後の再会。キラヤマ女子会。女子会はわかりますが、なぜ中野で。それもどう見ても令和2年の中野だね。仕方ないわ、未来の中野を書き起こす予算はないから。せちがらいる。それは置いといて、だからなんで中野なの。で、居酒屋が充実してるる。中野なら私の夢が叶える。私、地球でたくさん本を読んだる。有名な美食家とか酒場を放浪する人の本も読んだる。それでずっとお酒に憧れてたる。ララがお酒に興味持ってたなんて知らなかったな。当時は中学生のミソラル、ひた隠しにしてたる。お酒は20歳になってからだもんね。うん、でもみんなもう大人る。女子会はお酒が飲めるって聞いたる。今日は飲み明かせる。地球のお酒、それもサブカルチャーとアイドルの聖地中野。中野の居酒屋めちゃめちゃ気になるぜ。とことん飲むにゃ。
伺いますって。皆さん何なさいます？私梅干しサワー。私はテキーラ。とりあえず3ショットぐらい持ってきといて。よっ。エレナ、ダーツでも始める気にゃん？聞いたことがあるな。リア充という人種はダーツをしながらテキーラを飲むって。あ、魚のお酒があるにゃん。あれ、ウォッカじゃなくていいんですか？よー、ごくり。なんか聞いたことがある響きだにゃん。でも、まあ、でも飲んだことはないにゃん。そうですか。多分ユニにすごく合うお酒だと思うんですけど。一人、でもまあ先にフグのヒレ酒ですね。いや、なんでもあるな。うん、なかなかやるわね、中野。およー、私はこれる牛乳が好きだからカルアミルクにするる。じゃあ私はとりあえず生で、あとはポテサラと軟骨唐揚げ、タコワサを3人前ずつ。どん、あ、ホッケはどのくらいの大きさですか？よあ、あ、なるほど。あ、じゃあ2枚お願いいたします。どう、まどか慣れてる？まあ仕事の関係で飲むことが多いので。あと飲まないとやってられませんし。さらっと悲しいこと言ったわ。この前もララのロケットが現れて私の局は大騒ぎ。忙しさたるや地獄のようでした。あ、流れ星ということで隠蔽いたしましたのでご安心ください。迷惑かけたる。いいえ。でもさ、まどかの悩みは仕事だけじゃないよね。どうなったの？ほら、例のお相手は。お相手って、まさか結婚相手だよね。お父様が紹介すると聞かなくて。まどか、どうするる？お父様に15年ぶりに言ってやりましたわ。私は自分で自分の未来を決めますってね。いやいいね、まどか。やっぱ若いうちはさ、もっと経験してみるのもいいんじゃない？え？エレナ？いや、一般論だよ、一般論。あ、お酒来たよ。で、それじゃあ、みんなの再会を祝して乾杯！カルアミルクとうとういる。もう酔っ払ってる。にゃあ、ユニ、口に合わなかった？本当はウォッカが欲しいじゃなくて違うわ。見て、奥のテーブルの5人組の男たち、ずっとこっちを見てるわ。あ、そういえば、まさかララたちが異星人だとバレたのでは？これはナンパだね。ナンパってあのナンパ？おや、みんなでこっちに来るる？どえらいことになったわ。ユニ、変化が解けて猫みたいになってるよ。にゃー、パフィアンだ、パフィアンだ。緊張します。ウォッカお願いします。よー、ウォッカお願いします。ダメダメ、まどかさん一気に飲んじゃダメだって。もうみんなウォッカ飲みすぎ。たかがナンパでしょ。たかがってウォッカ美味しい。どな、15年送ってきたる？いやいや、一般論だよ、一般論。あ、来たにゃん。どうも。え、あ、ヒカルと話したい？あ、え、私？あ、はい、宇宙飛行士の星名ヒカルですけど。あ、サインが欲しい？はい、どうぞ。応援ありがとうございます。小屋かに帰っていったる。ナンパだと思ったんだけどな。あたしにもウォッカくれる？いやー、それにしてもヒカル、サインってまるで成瀬恵美みたいにゃん。アイドルみたいで羨ましいにゃん。
なんてったって電波組のじゃなかった、国産初のロケットの飛行士だからね。いや、社員とかなれないんだよな。この前も街でみんなにしてたら3時間もかかっちゃってさ。絶対嘘だる、慣れてるはずる。でも私もサマーンでプリキュアのララって言われて触覚タッチの握手を求められるる。お互い苦労するね。で、調子乗ってんじゃないぞ。マイク使ってないる。急にどうしたある？あー、始まったね。あー、飲むと絡む癖が。ほよ、ロケットは飛行士だけで飛ばしてんじゃないの。あたかしたち裏方のバックアップがあるから飛べるんだぞ。うん、おっしゃる通りでございます。全然分かってない、全然分かってない。ずっとオフマイクだにゃん。この前のロケットの飛行報告書は何なんですか？ほよ、夏休みの絵日記かってのは、これで今後にどう行かねって言うの？怖い。どうどう、まどか。恐怖でヒカルのイマジネーションが歪んじゃうよ。ヒカル、とりあえず飲むにゃ。すみません、不器用なもんで。みんな、さっき映る程度にやるって言ってなかったる？ヒカル、どうしたる？キャラデザが変化したにゃん。うん、ヒカルは、ヨウとケンさんみたいになるんだ。ケンさんって、東映の看板ショップだ、大スターの。いやー、ユニ、詳しいる。まだかの姉さん、すいません、この落とし前は自分でつきやす。まあ、きちんと反省してるなら結構結構。頭上げなって。わ、飲もう。姉さんの杯、頂戴しやす。二人とも、キャラが変わりすぎだし、両サイドが怖すぎるる。それにしてもさ、ララ、地球語、よく喋れるようになったよね。で、一生懸命勉強したる。けど、まだまだる。エレナ、違う国の言葉を勉強するコツって何る？簡単だよ。勉強したい国の言葉を話す恋人を作ればいいんだよ。エレナ？恋人って何人いるにゃん。ぶっこんでくるにゃん。ごめんごめん、だから一般論だよ、一般論。ねえ、勉強ってどうやってしてるの？プルーストを AI に教わってるる。おぉ、あい、およ、ば、テキーラが床に落ちていくにゃん。怖いにゃん。はい、出た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  AI。 もうどこ行っても AI。エレナ、どうしたる？地球でも AI は進化してて、エレナも参ってるんだよね。最近さ、通訳の仕事はもう AI でいいんじゃないかって。なんで入ってきてくれないの？ちょっと面白くてどこまでやるのかなって。エレナ、エレナの姉さん、始まりましたね。ほんと泣き上手なんだから。あとユニは意地悪ね。どことかにゃ。私の通訳にはハートがあるんだよ。私は言葉じゃない、ハートを訳して伝えてるんだよ。キュアメウキー。およ、
後で覚えてるるん。にゃん。いけないいけない、最近涙腺弱くて。エレナ、そうだよね、大切なのはハートだよね。エレナのキャラクターも最初はもうちょっとトゲトゲしいキャラだったけど、中の人の優しさによって、ハートによって、キャラクターがちょっと母性を帯びたって聞いたわ。私決めたにゃん、アイドルで再デビューする。唐突に何言い出する。ステージを離れてアイドルの仕事が好きだって気づいたの。アイワーンに再デビューの話をしたら、まあなんてみんな忘れてるっつーの。あ、でもあのアイドルは今的な番組なら出られるっつーの。だって完コピお見事。今日のアイワーの真似は一戦頂点。映像収録用にゃん、私負けないにゃん。またアイドルとして輝くにゃん。みんなにハートを届けるって決めたにゃん。ユニー、その心意気やよし、いつまでも青春でプルンス。青春でもプルンス、吉野さんならここだる。よう、不器用ですが感動しました。天に天ねくみゆき、キュアみゆき、タコアサ来てないるん。あやあやあやみゆ、タコアサ来てないるん。おや、みんなおつくるるん。周りの人に迷惑るるんるん。おや、光る、置いてある。それ恥ずかしながら自分のノートで。いつまでそのキャラなの。トゥインクルブックだったやつる。みんなでこれ見て昔を思い出する。元のキャラにいい加減戻るる。おや、これってロケット作った時の絵だ。懐かしいね。心もアルコールも一気に洗い流されました。コントロール。でもまあこうやってみんなで昔を懐かしむの楽しいる。まだまだ懐かしいのがあるよ。これは絵コンテ。おいよーって違うる。振り返るのそっちの方向じゃないる。あ、こっちのページには私たちのオリジン。先輩る。いやー、全てはここから始まったんだよね。あ、これって ABC テレ朝系列日曜朝8時半枠の大先輩にゃん。先輩、ちっちゃい頃見てたな。で、何を口走ってるる。配給会社に忖度る。ちょっと皆さん、いい加減にしてください。ファイトか、いけるる。明日のダージャが抜けています。ファイトか、キラヤバ超名作だ。ダージャがお母さんを探しててさ、ヨーロッパ中を旅するの、もう本当に泣けるんだよ。ダンデライオン一座のみんながまたね、個性的でキャラクターでね。いやー、今までで一番ハメ外しまくったけど楽しかったね。おや、疲れたら、ほろ酔いって感じで気持ちがいいですね。だからどこから。にゃん、なんか歌いたくなってきたにゃん。うわー、よし、じゃあみんなで歌おう。何おろ。Me?
クイックル。1年間大事にしてきたる。私オーディションの時本当に吐きそうになりながら歌ったる。うゆう、あ、ララちょっと飲みすぎたる。うゆう、ララ、出会った頃を思い出すね。確かに1話でね、はいだる。でも、もっと素敵なきっかけで思い出してほしかったる。初めて出会った日も今日みたいな綺麗な星空だった。見えないる。これこれ、キラヤマ、オリオン座綺麗だな。よオリオン座にもとてもいい思い出があるる。うん、思い出すね、ララ。ありがとうございました。あれはトゥインクルイマジネーションを集めてる頃。